まぶしい、まぶしい、西日がきつくて、今日は、本川根町の小長井地区を、お散歩しています。小石郎です。今ね、なんかあれですよね、警笛が聞こえてきましたけど、大井川鉄道の列車の音じゃないかな。行きます、散歩続き。お、なんだこれ、ピンピン元気コロンと王女、ピンピン元気コロンと王女、なんか幸せピンコロ地蔵。気になるな、ちょっと行ってみようかな。よし、行ってみよう。ここはあれなんですよね、文化会館の第二駐車場。これ、本川根町の文化会館になると思うんだけど、こっちは民家。なんか納入口かな、搬入口かな。あ、あったあった、駐車場。文化会館の駐車場、ピンコロ地蔵、お地蔵さんが、ピンコロ地蔵、ピンコロ地蔵いるんだね。ピンコロ地蔵さんいらっしゃるみたいですね。手水がね、あるけど、尺が、やっぱね、コロナの関係ですかね、尺を置いてないみたいですね。古いあれですかね、お地蔵さんなのか、なんだろう、ちょっとわからないです。チワチワ、茶座の茶畑。あ、あそこに何かあるな。あれは蜂の巣箱かな、なんかありますね。まあ今日はやめときます。お宮だよな。でもまあ今日はやめておきます。
枯れ枝が挟まってます。枯れ葉が挟まってます。中霊と、これは あったあった。昭和35年4月建立、フォンターネ町。施工金三、わかんねえや。だろ。一、金。昭和34年9月、起工。この、戦没と、あれ、家棟を建てたあれかな。昭和34年9月。施工が昭和35年4月。開催。皆さん、来た時に読んでみてください。これがあれですね。お骨を入れるあれかな。納骨口。なんか書いてあるな。内閣総理大臣、岸。岸総理大臣が総理の時にの時代に建てられた西南日清日露の戦いを昭和35年4月。よし、これも皆さん来た時に読んでみてください。何点のあれも同じことなんですよね、結局ね。中霊と、まあ何点、いい香りが。いきます。なんかある。平成15年祝成人記念樹。何時だろう、桜かな。記念樹みたいな。ちゅわ。個人なんか個人の植樹みたいですね。こっちはこれは何だろうな、うん、あった。清掃ロッカー、うちトイレなんてね、サルタヒコみたいですよ。ね。サルタヒコ。ね。失礼して。
小長い。小かな。小かな。ちょっと読めませんけど。あ、こっちにも。大？わかんねえな。大きい。大く。サル年かな。10月。わかんねえ、なんだろう。これ何かな ?10 月。わかんねえな。ねえ。サルタヒコのね。サルタヒコさんに、じゃあご挨拶。よし、行きます。文化会館ね、第二駐車場なんで、文化会館の案内図ですね、案内板ですね。こちらは文化会館に降りる、あれかな、文化会館に入るね、あの裏門つのかな、玄関みたいですね。地区の小長井墓園の、あの墓地、参道記念碑ですかね、うん、ご供養、ご苦労様です、ご先祖様を。小長井共同墓地管理、これはやめときます、個人のものなので。やめておきます。ね、ピンコの地蔵さん、ね、お地蔵様、綺麗なつくばいが。じゃあお参りさせていただこうかな。令和元年のね、10円玉お賽銭します。なんか愛嬌のあるね、なんか可愛いお顔されてますよね。なんだろう、なんかね、サイコロステーキのね、サイコロのようなね、なんかこうコロンとした感じのね、お地蔵様ですけど。
大往生ピンコロ地蔵。これは皆さん、あの来てから皆さん呼んでみてください。で、ね、面白いことに平成25年10月吉日、創立者有志一同ピンコロ地蔵さんね、この猿田彦とかご先祖様とかね、なんだろう、戦地に行かれたね、戦死されたね、方とかねいる中で、この平成の時代にねそのあれですよね、高齢者の方が生きてるうちは元気でね、亡くなる時はコロンとっていうね、なんか迷惑をかけないでっていうんだ、なんか面白いなと、すごい、あ、面白いな、なんか、すごいですよね、なんか猿田彦 いらっしゃって、ね、ご先祖様のお墓があって、お祈りする対象のものがたくさんあるのに、なんかピンクの地蔵さんが一匹ねいらっしゃるっていうのがな、なんか面白いと思います。上はなんか道路が走ってるみたいですね。これ、あ、ここに記念樹が。ピン元気コロンと往生ピンコロ地蔵1周年記念樹2015年4月1日4月1日いい感じだな、なんか面白いなと。これはナムアミダ仏とかね、書いてありますね。ナムアミダ仏。火星院。これあれですね。火星院。これ、ね。桶が、あれですかね。法事とかやる会館になるのかな。なんか、そんな感じの。徳王山って書いてありますね、灯籠があって電気灯籠だ。電気灯籠、小長い区なんだね。あ、それであれだ、これ小長い区だ。これ読めなかったけど、小長い区なんですね。ね。長だよね。長野県の長野ね。これは井戸の井。小長い区なんですね。小長い区でお祭りしてる猿田彦様。なるほど。謎解けました。ここにもなんかいらっしゃるけど、まあ、ちょっとやめておきます。
醤油打ち、醤油打ちって書いてありますね。ここにね、醤油打ちって書いてありますね。藤川文化会館ですね。こっちは見に行かない。これはサザンカなのかな、椿なのかな、わからん。喫煙所も文化会館のね、喫煙地方のね、オルゴールが鳴ってますけど、ね、ちょっと聞いちゃおうかな。明日あ、ちょっと皆さんありがとうございます。短い動画でしたけど、お付き合い、最後までのお付き合いありがとうございます。あれですね、文化会館の第二駐車場、本川根町の、小長井地区にある文化会館第二駐車場の、あの、は、日露、日清、ね、戦争の戦没慰霊塔と、それと、猿田彦。ね。と、小長井地区のご先祖様のお墓が、ね、あるという。で、一番は、これですね。うん。ピンコロ地蔵様がいらっしゃいました。ま、ピンコロ地蔵さんにもお会いできました。ね。猿田彦のね、猿田彦様の、日も経ってましたけど、うん、まあ、ちょっと、面白いとこに行けたなと思います。ありがとうございます。で、この辺にね、この辺かな、この辺かな、登録とかね、グッドとかありますけど、面白かったなって思う方は、グッドの方、登録の方もよろしくお願いします。じゃあ小石郎、時報がね、なりましたけど、もう少し散歩楽しんでみます。ありがとうございます。じゃあまた。バイバイ。